で、まあ、こんな感じでね、麺料理ということで、麺料理ですね。さっきはその前菜、まあ、これもメインにしてもいいんだけど、タイルマリーナ、魚介スープを頼んで、で、メインでね、まあ、プロモーションから出てたんで、この麺料理好きですね。麺料理さんって美味しいですよ、白身魚で。せっかくなんで、麺料理さんで野菜とあとご飯をつけてみます。ご飯をちょっと食べます。骨がちょっとありますけど、おいしいですね。寝れるんで、おいしいですね。まあ、こんな感じでオリーブオイルかかったりするので、あとレモンもあるので、もう一度仕事しますあ、タルタルソースみたいなのがあるので、ちょっと俺も食べます。でワインに関してはね、このね、サンタエナってやつ、2018年ものなの、赤ワインで、ちょっと酔っちゃいました。375ml って結構飲むと、これ酒が強くないんだ、結構酔いやすい。まだ昼間なんで。やっぱね、ビールもいいんだけど、やっぱチリって言ったらワインだね。ワインで合わせいいだね。で、今このどんな感じかっていうと、まあ店員の子結構可愛いですけど、あの子ちょっと、まあ、なんだ、Facebook かインスタやってればちょっと聞いちゃおうかなと思います。で、こんな感じで今海の景色楽しみます。で、メルロイさんね、こんな感じです。なかなか美味しいですよ。メルルーサってやっぱ美味しいですね。うん、なんか日本でもメルルーサ輸入してありますよね。給食でなんか出てきたって感じするんだけど、でも美味しいっす。こんな感じで毎日楽しみますけど、この景色を楽しみながらです。